全国の格闘技ファンの皆様、ごきげんよう。本日は、朝倉未来選手プロデュース、ブレイキングダウン6にて、久保田悟さんが起こした乱闘に、まさかの武尊選手までも苦言をされた件についてです。早速話題に移ります。すでにこの件については、数多くの論争が起きておりますが、ブレイキングダウン 代表の優吾さんは本日会見で起きた久保田悟選手の件に関して視聴者の皆様に対しご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。怪我を負ったマサオ選手も大変申し訳ありません。両選手への適切な対応を迅速に行うとともに今後のオーディション会見におけるセキュリティ強化改善を遂行しますと既に次回に向けて改善を行っていくと約束されておりました。朝倉未来選手も久保田悟選手とともに謝罪動画を上げておりますが先日中年 契約を結んでいた K1 から離脱した武尊選手がこれら現状を見てか子供たちが見る影響を考えてほしい何もわからない子供たちからしたらあれも格闘技だと思ってしまうしそれがメディアで放送されることで。 正しいものだと感じるここ数年の数字がが取れれば何ででもありで先のののここことを考えてないい業界が嫌いこのままだったら、また格闘技界は表舞台からなくなると、天心・タケル戦をきっかけに増やした格闘家の卵を潰してしまうのではないかと、怒りの声を残しておりました。これには平本蓮選手が6月にタケルさんと天心のあんな素晴らしい試合があったのに、ブレイキングダウンが格闘技として一般層が認識してしまうのは、正直納得いきません。ブレーキンングダウンは いつか必ず重症者や死者が出る危険な企画だと思います。大会ではなく企画。あんな危険なただの人の喧嘩は今すぐ終わらせるべきと思います。とコメント。また振り返ると天心選手も数字ばかり求めるとカルチャーは壊れていきますよね。みんな数字に騙されんなよ。と明言はしないものの、武ケ選手と同じく数字という表現を使ってブレイキングダウンについて言及しているかのような投稿を行っておりました。この武ケ選手の投稿には格闘技ファンがおそらく武ケさんは朝倉のブレイキングダウンに関して述べているんだと と思うけど本当真っ当な意見だよねとコメントされる方もおり格闘技業界の本当のスター選手が放った一言が今後どのような影響を与えるのかが気になりますまたライジンにも出場したいと話されていた小宮さんが放った一言も物議が起きており小宮さんは怪我の件は ブレイキングダウンなら仕方ねえんだよ。そんくらい覚悟はあってこい。バズりたいだけの奴らがいるから騒ぎ立てるんだろ怪我がなければいいのか怪我があったらダメなのか俺たちは格闘家じゃない。それぞれが必死こえた結果だろ格闘家諸君。これを機に乗っかってくるみたいなダサい真似すんな。もう一度言う格闘家じゃねえんだよ。 格闘家って、ブレイキングダウンを見て、数字取れちゃってるのが気にならないのか、下を見て、マウント取ってきすぎ。別にお前らは、そういう奴らとやってりゃええじゃん。俺らは別に否定してねえぞ、とコメント。これには、必匠あたり、慎太郎選手が、いや、それは違う、法律があるんだ。 ジョビンさんが格闘家とか関係なく普通に犯罪なんですけど、じゃあコメさんはオーディションで金属バットで思いっきりぶん殴られても文句言わんのあとそんなこと言うならもう二度と格闘家ぶらないでください。アンポルギア選手も最弱金玉に聞きっとつぶやくなど試合を前にして様々なところで乱闘が起きております。以上、今回はケル選手が述べた件をまとめてみました。ぜひ今回取り上げた選手の発言に対しての皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画では何もなければブレイキングダウンスター、リーダー選手についてお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。 また今回もアベマや公式ブレイキングダウンプラットフォームにて試合視聴が可能です。いろいろと論争がありますが、樋口選手のようにこの大会に向けて真剣になった選手がいるのは事実です。ぜひ試合視聴にご興味ある方は概要欄の公式ホームページから登録を購入してみてください。なお今回の動画が良かったら高評価ボタンを押してくださり、通知ボタンも応援してくださると励みになります。以上今回も MMA の大ファン動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。